ねねのおすすめベスト3。イエーイ。じゃあまず3位からいきます。3位、せーの、ドゥルルルル、あっ、バーン。はい、こちらです。かわいい。筆箱の中に入っているのは、あ、なんでしょうか。ネイル、文房具、鉛筆、文房具、文房具の中の筆箱、消しゴム。正解。おやった。消しゴムです。こんな感じで入っています。いきます、3、2、1。じゃあ、いっぱい入ってる。こんな感じでめっちゃ入ってる。かわいい、かわいい。これ集めるのが好きなの。そう、めちゃくちゃかわいいと、なんかいろんなのがあって、こう、そう、これかわいい。初めて聞いた。いろんな形の消しゴム、かわいいでしょ。めっちゃこれかわいい。文房具の形のね、これ分解できていいんですよね。サル、あ、本当だ。めっちゃ分解できる。サル、すごい。サル、はい。で、消しゴムの中でも一番お気に入りなのは鉛筆削りです。かわいい。これ本当にこうやって回せるんです。すごい。回せるんだ。え、すごい。でもこれは消しゴムじゃないよ。あ、プラスチックみたいな、そういう感じ。回せるからめっちゃ面白い。考えた人ユニークやね。ね。で、ここも。ちゃんと穴があるんだよね。うん、開くの。あ、すごい。穴が、なんか本当に穴開けたら削れそう。穴開けたら削れないけど、めっちゃ分解できます。使いたくないね、すごい。ねねちゃんのおすすめ第2位。2位、せーの、ぐるるるるるるるばーん。2位はこちら。こちらの中に入っているのは、あ、違う、どうしようか。開けてた。ガチャガチャガーン。これです。あー、ウォークマン。ウォークマン、ウォークマン、え、かわいい、かわいい。これは誕生日の時に買ってもらいました。いいね。一番お気に入りの曲は TWICE さんの歌です。あー、同じ同じ。ね、めっちゃいい歌だよ。Me too。 ねね、Wake Me Up が好き。で、ピンクで統一しました。かわいい、かわいい。じゃあ、最後、第1位。ドゥルルルバーン。1位は、この化粧水と美容液と乳液が入ったオールインワンエッセンスローション HA 500ml 入ってます。これ、大きくて、こう、化粧水と美容液と乳液が入ってるからいいです。一本で3つの、ね、役割があるの。いつもさ、お風呂入りにね、化粧水使ってるじゃね。乳液さ、あ、めんどくさいやん。そう、こうね、なんか何回もね。そう、めっちゃね、見た目もおしゃれなのでね、うん、こうやって飾ってていいね、いいかなと。洗面台にどうどう飲み物として間違ってる。それはない、それはない。でも、夏は暑いから乳液を冷蔵庫で冷やしてる。そう、いいよね。そう、冷やして、なんかね、日焼けした時とかにぬいーってなって、そういうのあるけん、あの、なんか冷蔵庫で冷やす専用っていうか、なるね。すごい、すごい。はい、じゃあ1位、2位、3位も紹介しました。じゃあティアラチャンネル。じゃあ次は誰がベスト3を紹介するのかな。はい、リナが紹介します。はいはい。またまた次回お会いしましょう。